皆さん、はじめましてジャパン・ルネッサンスにようこそ本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です本シリーズは中村先生による仏教講義です先生のいろいろな著書や講話から重要な部分を拾って解説していきます今回のテーマは「宗教」についてですダルマについて ことに、最近は物質文明の方はものすごい進歩を示していますがそれを使う人間の方がどうもグラグラしている精神文明の方がそれについていけないけれどその点をなおだりにしますと文明ののの進歩といいいううううものが、がが実はは人間を損なな恐れれあるるででか。こういう危険が考えられるわけです。そう思いますとことに教育面におきましては人間の根本の理法を自覚させることが必要ではないでしょうか。 人間の根本の理法それをインドの言葉でダルマと申します。ダルマというのは保つものという意味です。人を人として保つもの人間が人間であれば必ずこうではなくてはならないという理があるわけです。それによって保たれているわけです。それをもし失うならば人間の形をしているけれど実は人でなしであると言われるわけです。人を人として保つもの人間にはいろいろな人間関係がありますが それぞれの人間関係において人を保つもの、それをダルマと申します。ダルマさんのダルマも同じ語源に由来するんですが、これをシナに勘約されましたときに、法と訳しました。時には、道と訳されていることもあります。人間には根本の理がある。ところが、それが忘れられているのではないか。これを自覚させてくれるのは宗教であり、道徳であると言われましょう。宗教について。 宗教と道徳というものを区別して考えるのは西洋の考え方です。東洋にはなかったはずです。日本人に割合ピンとくるのは道という捉え方でしょう。仏道、儒道、神道などから柔道、茶道に至るまで皆道というものとして捉えようとする。つまり人間の生き方として捉えるわけです。南アジアではどうかと申しますとダルマとして捉えます。このダルマが 道徳のインマルが同時に宗教のインマル。例えば仏教ということを南アジアの言葉ではブッダダールマと言います。キリスト教はクリスティーダールマと言います。ダールマと伸ばして言うときには独特の色彩が強いですけれども、ヨーロッパにおいて合理的なものの考え方はギリシャから出発している。これに対して宗教の考え方は。 イスラエルから発した。それがある時は合流しある時は分離しある時は争っていたそういう歴史的な背景があるものですから宗教とと道徳は別だと考える。そこで何らかの妥協を図って西洋の思想体系というものは出来上がっているわけですけれど我々東洋人がそれをそのまま受け入れてよいかどうかということが問題になるわけです。それにに、ついいて十分反省するととうことなしに とにかく明治維新後の百0 0年余りというものは、外のものを取れるのに忙しかった。だから西洋の考え方をそのまま取り入れて、学問もそれで割り切っているというわけです。それが一番よく見られるのが、大学の人文科学、哲学に関する学科の区分けというものに出てくると思うのです。哲学という学科があります。倫理学という学科があります。美学という学科、宗教学という学科があります。 こんなふうに分けけているのは日本だけです。外国では哲学という学科がありますがこの哲学というのは非常に広い意味なのです。哲学の先生がそれを全て扱って自分の思想の関心から今これをやっているその時にはこの問題に移るこういう具合になるわけです。だからカントだってヘーゲルだってホワイトヘッドだって皆こういうふうに問題を扱ったのです。 ところが日本はとにかく向こうのものを大急ぎで取り入れて横に書かれたものを縦に直すというそれに忙しかったものだから学会も結局取り入れに便利なようにそんな具合になってしまった日本の人文科学で特におかしいと思い面白いと思うのは細かく分かれていてセクショナリズムが非常にうるさいんですちょうど大きな郵便局へ行きますとあっちの窓口へいらっしゃいいや、 これはそっちへいらっしゃいとくるくる引き回されるじゃないですか。田舎の小さな郵便局なら一人のおばさんで片付くことです。あれと同じことが学会で行われている。学問の自由というようなことがあるものだから、人も手をつけないで今日まで来ていると思うのです。これはやはり我々日本人はもう一度根本から考え直す必要があると思うのです。宗教の問題は非常に扱いにくい。 西洋では種にわたる宗教の感化が民衆の生活の中に及んでおりますから特に宗教教育というようなことを言わなくても何かそこに精神的なよりどころがあるところが日本の事情は違いましてことに明治維新の時に廃物希釈がありまして宗教的なものを全部追い払うという方針できたわけですその報いが今日に及んでいるように思うのですと申しますのは人間のもろもろの精神的なよりどころ 諸々の美を解き教えてくれるのはこれはどこの文化圏においても宗教の伝統が非常に大きくものを言っているところがそれを追い払ってしまって現在においてもある意味で思想的な混乱が見られるわけです宗教と教育あるいは宗教と政治を分離するのは近代国家の要請であると一般的に言われていますがこの場合の宗教という言葉が非常に曖昧なのです。 この点をはっきりさせないものだから、議論の間に語義転換が行われている。つまり、個々の人とオツの人が同じ言葉を使っても意味内容が違っているということです。日本国憲法で宗教の問題が論じられているのによりますと、religion という言葉は使われていないのです。religious という形容詞だけが使われている。マッカーサー司令部から日本の政府なり域外へ送られてきた原案が残っています。 日本の議会がそれを承認した今度はその結果をまた英語に直したその英語がまた知られておりますマッカーサー司令部から来たのと同じなんですからそのまま通したわけですその原文を見ますと「Religious Activities」というのは一体何なのかこの点についてまだ十分な反省がなされていないように思います「Religion」というのは分かっているようで分からない言葉なのです。語形によって4つの違いがあるのです。 まず、アレリジョンという言い方があります。複数形にしてレリジョンズという言い方があります。これらは個々それぞれの宗教ということです。ザレリジョン。これは国で認められたとか、公に国教としてされているような宗教です。監視も語尾もつけないレリジョンという言い方。これは少し意味が違いまして、宗教の本質みたいなものを言います。 つまりいろいろな宗教がありますがそれらに含められたあるいはそれらに通ずる共通の本質というようなものですドイツ語、語フランス語も大同小です。そうしますと宗教という言葉を漠然と使っても意味するものがいろいろと違っている宗教と教育を切り離すという時には「a religion religions」という個々の宗教に制約されてはいけないということで根本の利用というものは決して否定していないのです。 監視も語尾もつけないレリジョンというものについての考察というのは、西洋では案外まだ発展していなかったと思います。公に認められた宗教、ザ・レリジョンというものが強い力を持っているから、それと切り離された宗教一般、レリジョンについて論議することは人々は好まないのです。ところが、東洋では考え方が違いまして、宗教はいろいろあってもいいけれども、それに対する本質というものがまた別に考えられる。 アショカ王のの文というのが残っておりますその中で個々の宗教をパーシャンダ個々の宗教を超えた宗教の本質なものをパーシャンダ・サーラという言葉を使っていますサーラというのは本質という意味ですこれはもう個々の宗教の対立を超えているわけですアショウカ王は熱烈な仏教徒で仏教を保護したのですが同時に他の宗教も保護しております また、一つの宗教に熱心さの家に他の宗教を批判したり侮ったりするものは、かえって自分の宗教を損なうということを直例文の中で言っております。このような考え方は初期の仏典の中にまでたどることができます。ことに有名なのはイカダのたとえで、これは初期の仏典にも出てきますし、また金剛経など後大の経典にも出てくるのですが、その意味はこうです。 ここで例えられれまますす。ののは、医者と医者者とと立場と比較されますお医者さんは病人に応じて違った薬を与えます。眠くてしょうがないという人には目がパッチリするような薬を与えます。どうも夜眠れなくて困りますという病人には催眠剤をあてがいます。この2つの行為は矛盾しているわけです。 当てがっているものを違うわけです。けれども、個々の病人を治して、完全な健康を取り戻してやろうという方向においては一致しているわけです。だから、お釈迦様の教えというものは、医師の治療法に例えられる。釈尊は良き医師であるとも言われております。これを現代的な場面に当てはめますと、教育家の立場というのは非常にそれと似ていると思うのです。先生はいろいろな子供を扱うわけです。 乱暴でしょうがない子供に対してはもっとおとなしくせえをおっしゃるんですシュンとしている子供に対してはもっと元気を出せというわけでしょうそれだけを取ってみればこの二つの考え方は矛盾しているわけですけれども立派な人間を作り出そうという目的においては完全に一致している宗教もそれと同じことであり教えは違うけれど違った教えが説かれるようになった理由があるけれども根本の道理というものは違いがない ではまた会う日まで、また会える日まで、さようなら。